平野達夫は、日本の政治家、農林水産官僚、自由民主党の全参議院議員、内閣府特命担当大臣県東日本、大震災復興対策担当大臣、復興大臣県東日本大震災、総括担当大臣、内閣府副大臣、参議院農林水産委員長、予算委員長等を歴任、岩手県北上市生まれ、 岩手県立水沢高等学校理数科、東京大学農学部農業工学科卒業。1977年農林省に入省。なお平野が入省した翌年、農林省は農林水産省に改編された。農水省では本省での勤務のほか、直轄土地改良事務所での勤務も経験し、議官を務めた。また、出生地である岩手県への出向も経験している。 在職中、アイオワ州立大学大学院に留学し、修士号を取得。2001年に農水省を退官。同年、第19回参議院議員通常選挙に自由党公認で岩手県選挙区から出馬し、初当選。2003年の民吉合併により民主党に入党。2007年の第21回参議院議員通常選挙では、 同等公認で再選。2010年、柳瀬進参議院予算委員長が、第22回参議院議員通常選挙で落選したため、公認の参議院予算委員長に就任した。同年9月、官大一次改造内閣で、内閣府副大臣に任命される。2011年1月発足の官大二次改造内閣においても再任された。 同年3月11日に発生した東日本大震災を受け、自身も被災した岩手県選出の国会議員であり、かつ内閣府副大臣の立場から震災対応にあたる。同年7月、東日本大震災からの復興のための施策を政府一体となって推進するため企画立案を呼び、行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣であった。 内閣府特命担当大臣の松本龍が7月3日に被災地を訪れた際宮城県知事村井義弘岩手県知事カッソ拓やらに対して不適切な発言を行い辞任した後任には内閣官房副長官の千国義人や被災地である宮城県選出の安住厚市民主党国会対策委員長らの名前が挙がるも千国安住らが相次いで故事したため 内閣府副大臣の平野が昇格する形で、松本の公認に任命された。震災発生以降、宮中では、節電に取り組んでおり、皇居宮殿の使用を極力減らす方針をとっていた。ため、平野の認証式は、皇居宮殿ではなく御所で行われた。なお、平野の公認の内閣府副大臣には、山口総が任命された。野田内閣。 野田第一次改造内閣においても防災省に再任。2012年2月10日、復興庁の設置に伴い、初代復興大臣に任命される。復興省就任に伴い防災省を退任。2月14日より、東日本大震災総括担当大臣を兼務し、野田第三次改造内閣まで務める。同年12月の第46回衆議院議員総選挙での、 民主党大敗を受けて、野田義彦首相は退陣し、平野も復興省を退任した。民主党ゲヤ後も、2013年の第23回参議院、議員通常選挙に民主党公認で出馬する意向を示していたが、同年3月30日、地元、岩手県で開かれた民主党岩手県総支部連合会における会合で、民主党を離党し無所属で参院選に出馬する。 意向を表明。民主党に離党届を提出したが、民主党は平野の離党届を受理せず除籍する方針を固め、4月16日の民主党常任幹事会で平野の除籍が決定。4月23日、参議院の会派、民主党、新緑風会からも離脱した。第23回参議院議員通常選挙では、 岩手県選挙区には平野を含む過去最多の6人が立候補し、古巣の民主党や自由民主党、小沢一郎が代表を務める生活の党も候補者を擁立したが、民主党の一部の地方議員からも支援を受けた平野が、他の5候補を破り、参戦。同年7月24日、参議院会派、新党改革に入会。平野の入会に伴い、同会派は名称を、 新党改革、無所属の会に改めた。2015年4月、同年に行われる、岩手県知事選挙への立候補を表明。しかし、同年8月、県政ではなく国の安全保障法制のあり方が争点になり、政党間の争いになった。私の本意と大きくかけ離れた状況だと述べ出馬を撤回、断念した。2016年7月13日、 自由民主党に入党届を提出した。同年7月23日、自由民主党岩手県連上任総務会は、平野の入党を了承。これにより、同党の参議院勢力は過半数の1 2 2議席に達した。入党後、二階派に入会した。2019年7月の第25回参議院議員、通常選挙では自由民主党公認で出馬したが、 野党統一候補で無所属新人の横澤孝則に敗れ落選した。2021年10月の第49回衆議院議員総選挙では岩手県第3区から自由民主党公認で出馬した藤原隆氏の選対本部長を務め藤原を小選挙区初当選に導いた。た多,多数、ありがとうございます。